これより第2クォーターに入ります。攻守の方向が入れ替わりますので、今度は広島大学の攻撃は画面向かって右から左に攻める形に変わります。広島大学自陣24ヤード付近から、双方ともパントでお互いに陣地を押し返す形になっていますが、広島大学自陣24ヤードからの攻撃に入ります。広島大学ファーストダウン10、ナイスディフェンス。まず中央へのランプレーを展開しようとしました広島大、しかしこれをディフェンスライン陣佐藤、最終的には55番がものすごいタックルしまして1ヤードロスに変えています。広島大学ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。吉村選手中央をつきました。見事なディフェンスライン陣の奮闘でした。最終的に仕留めましたのは山口大学55番のプレイヤー山本、山口高校出身の1回生です。残り11ヤードです。チャット内のメッセージありがとうございます。ひろき様、広島までの配信ありがとうございます。できる限り多くの試合を配信させていただきたいと思っています。上石川様もメッセージありがとうございます。現在の展開見ている側にも非常に見応えある攻防となっています。さあ試合再開となります。広島大学セカンダウン11、セカンダウン11、パス不成功。ここで広島大学左に3人固めたバンチフォーメーションのレシーバーにパスを投じました。しかしそのパスがショートバウンドしパス不成功となっています。前パスは着地した時点でパス終了という形になりますのでパス不成功となっています。SSSI 様メッセージありがとうございます。山口大学への応援メッセージ頑張ってほしいですねというメッセージがあります。現在双方ともその白熱した戦いの渦中にあります。ぜひメッセージ応援をお願いしたいと思います。広島大学サーダウン11、ここでホイッスル。ここで広島大学が前半1回目のタイムアウトを取りました。広島大学ここで作戦タイムを取ります。前半1回目のタイムアウトです。各チームは前半後半にそれぞれさあタイムアウトも双方とも前半1回ずつ挟みました。バイ様メッセージありがとうございます。なかなか会場にお越しいただけない中、できる限りその雰囲気を伝えたいと頑張っておりますので、ぜひご視聴耐える限りお願いしたいと思います。さあサーダウンの状況ですが、クォーターバック構えた、パス不成功。ここでパスにより一気に陣地挽回図り、ターゲット21番にパスを投じましたがわずかにオーバースロー、パス不成功によりフォースダウンと変わります。ワイドレシーバー31番辻村選手へのパスは成功、フォースダウン残り11ヤードです。広島大学パントフォーメーションを取りました。このパントはサイドライン割りまして、広島陣を脱することできず、
広島陣35ヤード付近で外へ出ましたので、この位置で攻守交代となります。さあ今度はこれによりまして山口大学が相手陣からの攻撃開始となります。山口大学相手陣35ヤードからファーストダウン10。ナイスラーファースター。ランニングバック99番、ここでオプションプレーのピッチを受けました。託されましたボールを受けて99番右オープンを展開、タックル受けながら攻撃権更新としています。山口大学ファースター、素晴らしいランで攻撃権更新を果たしましたが、ランニングバック99番のウコン、ファーストダウン残り10ヤードです。相手陣25ヤードから山口大学ファーストダウン10。ナイスラン、ファースト。再びランジマック99番に託しました。今度はドロープレー、パスに見せかけたランプレーです。裏を返した形でカウンターで決めたランプレー、99番見事なステップアップで攻撃権更新です。山口大学ファースター。さあランニングバックウコンがその足でフィールド上を駆け回り、一気に相手陣深い位置に入っております。山口大学相手陣12ヤードの位置に入りましたのファーストダウンって。続いては敵陣12ヤード付近からファーストダウン残り10ヤードです。パス不成功。ここでクォーターバック4番、大きく下がってはよろしいわ、14番にパス、しかしわずかにパスがそれまして、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウン2回目の攻撃に移ります。14番中山選手へのパスは不成功、セカンドダウン残り10ヤードです。山口大学セカンドダウン10、ボールオン相手陣12ヤード。成功、ナイスパスカット。今度は左に展開した3番へのパスを通しました。しかしこれは広島大21番見事に対応しましてパスカット、パス不成功となりましてサードダウンに変わります。パスは不成功、サードダウン残り10ヤードです。山口大学サダウンテエンドゾーンまで12ヤード。パス成功、タッチダウン。ここでクォーターバック4番2たびのパスプレー、今度は中に切れ込んだワイドレシーバー10番にパスを通し、この10番見事に飛び上がるようにキャッチしました、タッチダウン。広瀬選手のパスプレーによりタッチダウン。山口大学6点獲得です。そしてタッチアウトの後のワンプレートライフォーポイント。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。イエローフラッグが挙げられました。スナップ前の反則です。フォルススタート、オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。先ほどのプレー、1人の選手がフライングする形で動いてしまいました。5ヤード抜退しトライ4ポイントやり直しです。
キック失敗、キック失敗で6点止まりです。山口大学13点、広島大学7点。しかし山口大逆転となりました。その逆転を決めましたのはクォーターバック4番の中田、そして取りましたワイドレシーバーは10番の木下でした。このシーンでもホットラインが機能しております。チャット内のメッセージでも早期様、中田頑張れのメッセージありましたが、このメッセージに応えるように中田選手見事にタッチダウンを決めました。その得点を挙げました山口大学のキックオフで試合再開です。さあ広島大リターンに入る、抜けていくが右オープン展開しまして、このリターンナイスリターンとなっています。広島大学自陣35ヤード付近からの攻撃を得て、この位置から反撃に入ります。山下選手のパント、広島大学リターナー31番辻村選手のリターン、攻守交代して広島大学もこの辻村素晴らしい走りを見せております。広島大学自陣36ヤードからファーストダウン点、山口大学ナイスディフェンス。ここでまずランプレーを入れました広島大、しかしこれを見計らうように山口大71番対応しまして約2ヤード1ヤードのロスです。山口大学見事なタックルしましたが、71番の秋永、京都高校出身の4回生チームキャプテンです。広島大学セカンドダウンイレブン、ナイスリカバリーファースター、ここでパスプレーに転じまして、そのパスを投じました広島大クォーターバック。しかしこのパスは山口大学はパスを叩き落とさんとカットしましたが、このボールがつく前にこれをランニングバック1番がキャッチ、このパスは成立しまして、そこから1番キャッチアンドラン、攻撃権更新です。広島大学ファースター、見事な対応をしまして攻撃権更新果たしました広島大学。ランニングバック1番は吉村、恵那高校出身の3回生。広島大学相手陣、失礼しました、ハーフウェイに入りましてのファーストダウン点、ナイスダウンファースト。先ほど見事な対応したランニングバック1番、今度はハンドオフを託されまして中央突破、見事相手陣の隙間を縫うように攻撃権更新果たしまして、再び攻撃権1回目のファーストダウンを獲得しています。さあ今度は広島大学の吉村がその走りを見せています。広島大学相手陣39ヤードに入ってのファーストダウン点、ここでホイッスル、ここで山口大学が前半2回目のタイムアウトを取ります。山口大学前半2回目のタイムアウトです。やや押される状況にありました山口大、ここで水を入れる形で作戦タイムアウトを挟みました。このタイムアウトを挟むタイミングも非常に重要な要素になってくるでしょう。それほど白熱した一戦になっております。タイムアウト解けまして試合再開となります。攻撃は広島大学相手陣39ヤードからファーストダウン10、
さあここでスナップ見られました。クォーターバック7番自らカバーし右オープンを展開しようとしましたが、これは山口大学対応されまして約2ヤードのロスとなっています。セカンドダウン残り12ヤードです。現在負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っています。試合再開となります。広島大学相手陣41ヤードからセカンドダウン12。不成功。クォーターバック7番下がりまして13番にパスを投じましたが、これは山口大学見事にパスカットしましてパス不成功です。あわやインターセプトという素晴らしいパスディフェンスでした。広島大学サードダウンに変わります。サードダウン残り12ヤードです。広島大学相手陣41ヤードからサードダウン12。ここでホイッスル。広島大学、ここで前半2回のタイムアウトを挟みます。作戦時間に思いのほか時間がかかってしまい、あわや反則となるところでしたので、ここでタイムアウトを挟みました。それぞれ3回ずつチームタイムアウトを取ることができます。これによりまして双方とも前半のタイムアウトは残り1回となっています。広島大学相手陣41ヤードからサードダウン12の状況で試合再開となります。固めた3人側ではなく1人だけいたレシーバーへのロングパスを投じました。このパスをワイドレシーバー81番見事にキャッチ、そのエンドゾーン走り込んでタッチだ。広島大学6点獲得、同点となります。そしてタッチアウトのワンプレートライフォーポイントに入る。キック成功、1点追加。広島大学14点、山口大学13点、逆転となりました。1点追加です。ここで素晴らしいロングパスによりまして一気に逆転を果たしました。広島大学クォーターバックは7番の丸山、新田西雲高校出身の2回生、取りましたワイドレシーバー13番は藪内、西風高校出身の4回生です。チャット内のメッセージありがとうございます。 VJ 様、高校名の読み違いがありました、失礼いたしました。字をそのまま読んでおりますので、ぜひご指摘ありましたら訂正をいたします。京都高校は宮古高校と読むそうです。そして八幡高校は八幡高校と読むそうです。以降訂正させていただきます。
さあ得点を挙げました広島大学のキックオフで試合再開となります。逆転見事に果たしまして、さあこのまま勢いづくでしょうか、あるいはこの反撃の機会を生かさんと山口大学再逆転なるでしょうか。さあ山口大学リターンに入った、中央トップ計り自陣35ヤードの位置からの攻撃を得ます。広島大学キッカー73番川上選手によるキック、山口大学リターナー99番右近選手のリターン、山口大学自陣36ヤード付近からファーストダウンです。山口大学自陣36ヤードからの攻撃に入ります。ギャンブラーズファーストアウト、まずここはオプションプレーから入ります。ナニバック99番に託しての右オープンへのランプレー、これを応えて99番、約6ヤードのゲインです。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。ここでウォーターブレイクが入ります。ここでウォーターブレイクが入りました。山口大学ランニングバック99番右近選手オープンをつきました。セカンドダウン残り5ヤードです。ウォーターブレイクです。この試合では選手の安全のため各クォーター約半分経過の際にウォーターブレイクを設けています。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。山口大学相手陣指定自陣42ヤードからセカンドダウン6で試合再開となります。ここで山口大学はパスプレーを展開しました。中央を走り込んだレシーバーにパスを投じましたが、このパスを取ったのは広島大学31番見事なインターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、敵陣鮮やかにボールを割りまして攻撃権ダッシュになりました。広島大学は31番の辻村、虎姫高校出身の1回生、1年生プレーヤーフレッシュマンが素晴らしいプレーを見せました。さあ相手陣39ヤードからの絶好の位置、山口大学失礼しました広島大学ファーストアウト、勢いのセンドランニングバックに託しました。中央突破を図った1番滑り込むように中央を切り込みまして5ヤードゲイ、キャリア1番は吉村、恵那高校出身3回生、セカンドダウン残り5ヤード、吉村大相手陣34ヤードからセカンドダウン5、ナイスラン、ファースト、再び中央へのランプレー、キャリア1番、これに期待に応えまして攻撃権更新です。広島大学ファースト、ここでランニングバック1番吉村、素晴らしい走りを続けております。広島大学相手陣28ヤードからファースト打って、ここでホイッスル、
さあ審判団からホイッスルが吹かれました。山口大、ここで前半最後のタイムアウトを使いました。山口大学前半3回目のタイムアウトです。各チームは前半後半にそれぞれ3回ずつチームタイムアウトを取ることができます。まだ残り時間前半4分という状況ですが、ここの流れを断ち切らんとここでタイムアウトを入れます。山口大学先ほどのインターセプトで広島大勢いに乗っています。試合再開、相手陣28ヤードから広島大学ファーストダウン10。パス成功。さあ中央へ切り込んだレシーバーへのパスを通しまして攻撃権更新としています。広島大学ファースター密集点見事にキャッチしましたのはワイドレシーバー21番の湯気、佐賀西高校出身の1回生失礼しました佐賀西高校出身の2回生です。パスは成功。敵陣15ヤード付近からファーストダウン失礼しました。ファーストダウン残り10ヤードです。広島大学相手陣14ヤードからのファーストダウン。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始められませんでした。5ヤードバッタイとなります。フィールドの両端のプレイクロックがゼロになる前にここは勢いに乗りとがったところですが、しかしここで反則が発生しております。さあ取り返せるでしょうか。逆にこの隙を掴んと山口大学この攻撃を断ち切ることに成功するでしょうか。広島大学相手陣19ヤードからファーストダウン15。プレッシャーをかけた山口大、クォーターバック7番パスを投じましたが、その射抜きざまにはディフェンスラインの55番これをパスインターセプト、攻撃権もダッシュしまして攻守交代です。ターンオーバー、見事な反応でこのパスをインターセプトしましたのは山口大学55番の山本、山口高校出身の1回生、素晴らしいプレーでした。さあ攻撃権を得まして山口大学自陣27ヤードからのファーストダウン10。まずランプレーから入りました。トスをしましてランニングバック99番に左オフタックルを突破、タックル受けながら約5ヤードのゲインです。99番、福本選手、オープンをつきました。バイダイブ様、ナイス、先ほどのインターセプトへの激励のメッセージです。素晴らしいインターセプトでした。セカンドダウン、残り6ヤードです。山口大学、セカンドダウン6、ボールオンは自陣32ヤード。ここでクォーターバックパスを投じようと下がりました。しかしそれをすかさず広島大学58番がキュービーサーク、パスを投じる前に仕留めまして約7ヤードロス。素晴らしいラッシュでキュービーサーク見ましたのは広島大学58番の荒牧、素晴らしいプレーでした。
下がりましたが、山口大学サーダウン14の状況どうするでしょうか。パス不成功。ここをロングパスで突破しようとしたクォーターバック4番、しかしパスは不成功となりましてフォースダウンと変わります。前半残り時間は1分6秒となっています。残り時間は残り1分6秒です。山口大学フォースダウンロングでパントフォーメーションを選択します。パンターは99番のウコン。これは絶妙のパントになりまして、広島大学陣37ヤード付近で攻守交代となります。パント広島大学リターン13番山口選手のリターン攻守交代して、実に駆け引き多く、しかしそれが見事に機能する技、大きい戦いになっております。8ヤード付近からパントダウン。前半残り時間は53秒ですが、広島大学の攻撃、ボールオンは自陣38ヤードからファーストダウン10。まだ行く、ナイスラン、ナイスフォール、広島大ファースター。ここをランプレーで入りました。ランニング1番タックル受けましたが、そこから素晴らしいセカンドフォートで一気に相手陣入りまして、山口広島大学ファースターン10。時計もあります。ここでパスを叩きつけました。スパイクします。パス失敗としまして時計を止めます。試合時間前半残り36秒で時計は止まりました。前パスは失敗ですとパス不成功となった段階で、そこで時計が止まるようになっております。残り時間確保のため、まず攻撃権1つ失って時計を止めました。広島大学相手陣40ヤードの位置からセカンドダウン10の状況で試合再開。広島大学残り時間36秒。ここでホイッスル。ここで広島大が前半最後のタイムアウトを取りました。広島大学前半3回目のタイムアウトです。先ほどのプレーでおそらくその選択したものが通らないとしたでしょうか。あえてここで最後のタイムアウトを使いました。さあ前半戦ではありますが素晴らしい攻防が続いています。残り時間36秒、双方ともタイムアウトなくなりました。試合再開となります。広島大学相手陣40ヤードからセカンドダウン10。試合時間前半残り36秒。ナイスラン、ファースラン。ここで広島大学クォーターバック7番、ここまで進んでいましたランニングバックへのフェイクを入れまして自らキープ、ブーツデックで左オープン展開しまして攻撃権更新。広島大学ファースター、見事な判断でクォーターバック7番攻撃権更新しました。7番は丸山、新田西雲高校出身の2回生。残り10ヤード。広
広島大学相手陣28ヤードからファーストダウン10。前半残り時間27秒。ここは広島大がストップ。右オプションプレーによって展開しようとしましたが、これは広島大99番対応しましてノーゲイン、セカンドダウンに変わります。時計回ります。ボールをスパイク、パス失敗とし時計を止めます。前半残り時間5秒。試合時間前半残り5秒です。先ほどランプレーでしたので時計は回り続けました。タイムアウト残っていません。ここでパスを叩きつけ時計を止めます。広島大学カウンターダウン残り10ヤードです。さあセット進みます。広島大相手陣27ヤードからサードダウン9、フォーメーションを変えます。フィールドボールトライ、キックによる3点狙います。さあこれどうなるか。キック成功、フィードボール成功です。3点獲得。川上選手のフィードボール成功です。この距離を川上見事に決めましてフィードボール成功。広島大学3点、追加しまして広島大学17点、山口大学13点。ここで前半終了です。